香典だけ置いて帰りなさい。あんたを家族だなんて認めてないんだから。義父の葬儀当日、義母はそう言うと私に向かって塩を投げつけてくる。それに、あんたみたいな貧相でみっともない女が嫁だなんて知られたら親戚中の恥だわ。私はそんな義母の態度と嫌がらせに疲れ果て、言う通りに香典だけ置いて帰ることにした。葬儀から3日後、私は謎の吐き気と体調不良に見舞われ、実家に帰って療養をしていた。リビングで休んでいた時、インターホンが鳴る。ドアを開けると、慌てふためいた様子の義母が土下座をしてきて。ごめんなさい。まさかあんなことになってるなんて知らなかったの。私の名前は斉藤恵美子。彼氏いない歴イコール年齢だった私は、30歳の時に友人に誘われて始めた習い事先で、ヒロトと出会い、共通の趣味が多いことから意気投合。1年間の交際を経て結婚した。ヒロトは私と同い年だが、とてもハンサムで優しく、有名国立大卒の高学歴で、実家もお金持ちで家柄も良かった。私がそのことを知ったのは、交際してしばらく経ってからなので、決して条件で選んだわけではない。むしろ、私なんかよりもよっぽど素敵で釣り合う女性なんて山ほどいるはずなのにと感じたほどだ。ヒロトのスペックを知った時は、不釣り合いなのではないか、私なんかが本当にいいのかと不安になってしまったほどだ。しかしヒロトは私を受け入れてくれた。俺はエミコが好きなんだ。エミコじゃないとダメなんだ。そう押された私は、彼のプロポーズを承諾し、結婚した。彼は上場企業の社長秘書でエリート街道まっしぐらだ。そんなハイスペックな彼がどうして30まで女性との交際経験がなかったのか不思議でならなかったが、幸せの絶頂だった私はそんなことを気にする暇もなかった。社長の息子だからといってその権力にあぐらをかくことは決してしなかった。努力と出世を重ね、つい最近ようやく社長である義父に後継者として認めてもらえたらしい。そんな夫と義父は会社の引き継ぎ準備で大忙しで、家に帰ってくる頻度も少なく、帰ってきても家族の時間があまり取れなかった。家には睡眠のためだけに帰ってきているようなものだ。それでも私のことを決してないがしろにしているわけではない。時間ができたら連絡をしてくれたり、数少ない貴重な休みの日に私との時間を優先してくれた。正直言って良き夫だった。この人のことをずっと支えようと誓った。私はこの人の奥さんになれたことが本当に幸せだった。ただ一つのことを除けば。私は結婚してからヒロトの実家に住むことになった。大学時代に借りた奨学金の返済が残っているので、私も働くつもりだった。しかしヒロトに、エミコの分も頑張って稼ぐから家にいて支えてほしいと懇願された。夫の推しに負けてしまった私は仕事を辞め、実家に移り住むことになった。正直、仕事は好きだったので辞めることになったのは少しショックだった。実は、私が仕事を辞める原因となったのは、義母がヒロトに口出ししたかららしい。妻が働くことは解消なしの烙印を押されることだと吹き込まれたようだ。そのせいで仕事を辞めた私は一日のほとんどの時間を実家で過ごすことになった。夫と義父は忙しいため家に帰ってくることはほとんどない。しかし専業主婦の義母静江はずっと家におり、私と過ごすことが多かったのだが、この義母がくせ者だった。義母は私のことが気に入らないらしく、嫌がらせや嫌味で私を苦しめてくる存在だった。理由はおそらく身分不相応だからだろう。実家は資産家で経営者、おまけに家柄も旧家族で、一族からは政界や財界、医学界、科学界、その他諸々の業界で多くの大物を輩出してるらしい。
しかも一族はほぼ全員が旧帝国大学や有名私大出身の高学歴で、義母も多くの有名人を出している有名私立大学を出ていた。プライドの高い義母はそれを鼻にかけていた。一方で私の実家は普通の一般家庭だ。仕事も普通の会社員だったし、両親も普通の会社員だった。家柄も普通で、貧困というほどではなかったが、決して裕福な家ではなかった。大学も中堅の女子大だったし、その学費は奨学金で賄っていた。家柄や大学だけでなく、見た目にもケチをつけられた。義母は50代の割には綺麗で若々しく、ブランド品に身を包んでいて派手だった。若い頃は読者モデルをやっていたり、大学のミスコンで優勝もしており、大学卒業から結婚する前までは、業界最大手の広告代理店で営業職をしていたキャリアウーマンだった。一方の私は、ブランドには全く興味がなく、アニメやゲーム好きでブランド品なんて買う余裕があったら、グッズやパッケージ版ゲームソフトの費用に回していた。それゆえか、私の容姿は決して美人とは言えなかった。化粧やおしゃれは最低限していたし、体型にも気をつけてはいたが、見た目はかなり地味だった。当然、読者モデルやら大学のミスコンやら、大手広告代理店なんてキラキラしたものは、私には無縁の世界だ。SNS もゲームやアニメのことばかりだ。義母は学歴も低く、家柄もいいわけではない地味な芋娘が息子と結婚したことが、本当に気に食わなかったようだった。それゆえに思いつく限りの嫌がらせを私にしてきた。洗濯済みの洗濯物にわざと醤油をこぼしたり、掃除したばかりの部屋をわざと散らかしてゴミまみれにされた。娯楽も禁止だ。ヒロトと出会うきっかけになった習い事はやめさせられ、友人の連絡先も強制的に消された。趣味のアニメグッズやゲームは二束三文で勝手に売り飛ばされた挙句に、そのお金は義母の小遣いになっていた。遊びに行くどころか買い物一つしに行くだけでも嫌味攻撃でろくに出かけられない。服やコスメも嫁におしゃれは必要ないと売られ、もちろんそのお金も義母の小遣いに。化粧は禁止で、服も家ではジャージ、外では就活の時に使っていたスーツしか着用を許されなかった。独身時代の貯金は全部没収。作った夕食も捨てられていた。しかも床にぶちまけられ、その様子を爆笑しながらスマホで撮影し、ネットに拡散しているのだ。ちなみに私が食べることを許された食事は残飯のみだった。貧相な貧乏人にはぴったりの食事ね。そう言って友人たちと共有して笑っているのだ。ルイは友を呼ぶというのか、義母の友人たちも見た目が華やかで金持ちばかりだが、人を見下す嫌な人たちばかりだった。見てよ、うちの貧相な嫁、こんななりでよく今まで生きてこられたわよね。私だったら恥ずかしくて生きていられないわよ。私はこの屈辱にひたすら耐えるしかなかった。そんな生活に1年ほど耐えた頃、義父が亡くなった。義父はもともと末期がんで、余命いくばくもなく、むしろ宣告された余命よりも長く生き延びたほどだった。私は義父の葬儀の準備をすることになった。ヒロトは会社の引き継ぎに追われていたため、葬儀の準備どころではなかった。こんなの私にはわかんないわよ。恵美子さん、やっといてくれない？義母はそう言ってすべてを私に丸投げし、自分は何にもせずふんぞり返っていた。私は義父の葬儀の準備に追われ、寝る間も惜しみ、疲労は限界まで来ていた。そんな中、なんとか準備を終え、葬儀の日を迎えた。しかし、葬儀に参加しようとした時に、義母が私の前に出てとんでもないことを言い出した。恵美子さん、あなたは香典だけ置いて帰ってちょうだい。私は
突然のことに驚きを隠せなかった。私はあんたのことなんて家族と認めてないのよ。それに、あんたみたいな貧相でみっともない女がヒロトの嫁なんて知られたら、親戚中の恥だわ。私から見れば、ヒステリックにギャンギャンとわめき散らす義母の方がよっぽど恥ずかしいと感じる。しかし、言い返したところで、どうせヒートアップし、余計に騒ぎ立てるだけなのは容易に想像できる。わかりました。私はそう返事をすると、香典だけ置いて葬式会場を後にした。葬儀から3日後、私は謎の吐き気と体調不良に見舞われ、大事をとって実家に帰って療養をしていた。家にいたら義母の嫌がらせで療養どころではなかったからだ。両親は仕事に出ており、リビングで一人で休んでいるとインターフォンが鳴った。カメラを見てみると、そこには義母がインターフォンを何度も鳴らすのが映っていた。最初は無視していたが、何度もインターフォンを鳴らされた上に玄関先でギャンギャンとわめくことから近所迷惑になってしまうため、しぶしぶとドアを開けた。おそらく家事とストレスの吐け口である私を連れ戻しに来たのだろう。しかし、私の予想とは裏腹に、義母はいきなり私に土下座をしてきた。いきなりどういう風の吹き回しなんですか？私は面倒くさい感情が抑えきれない状態でそう言うと、義母は切羽詰まった状態で私に謝罪の言葉を投げかけてきた。知らなかったのよ。まさかあんなことになってるなんて。話を整理するとこうだ。実は義父は義母の嫌がらせに気づいていたのだ。もともと義母は義父やヒロトの前では猫をかぶっていたが、私と義母の関係に違和感を感じた義父は義母を問い詰め、あっさり白状したらしい。その後は何度も義母に対して嫌がらせをやめるように説得したが、義母は聞く耳を全く持たなかった。それどころか開き直って義父に私の陰口を吹き込む始末だ。末期癌で余命いくばくもない義父にとっては、義母を説得することだけが精一杯だった。義母の嫌がらせによるストレスでどんどんやつれていくのを見て不憫に思った義父は、この世を去る前に遺言書を残したという。それは自分の遺産をすべて私に譲るという内容のものだった。お願い、恵美子さん、今までのことは謝るから私にも遺産を分けてちょうだい。義母は必死に私に懇願する。だいたいおかしいじゃない、私は全部奪われた挙句に嫁いできたのに、私から奪うだけ奪っておきながら何も残してくれないなんて。義母は錯乱状態でそうわめいた。一見キラキラしていた義母には悲しい事情があった。実は義理の両親は政略結婚だった。義母にはもともと結婚を誓い合った恋人がいたのだ。しかし会社経営をしていた義母の実家は当時倒産の危機に陥っていた。そこで義母が義父と結婚することを条件に義母の実家を援助することになったのだ。ずっと愛し合っていた婚約者とは強制的に別れさせられ、好きでもない男と結婚させられた義母の生活は地獄だったそうだ。義父にももともと恋人がいたが、身分違いという理由で周囲から結婚を猛反対され、泣く泣く別れたそう。しかし義父は義母との結婚後も元恋人と頻繁に会い、関係を続けていたらしい。一方の義母は姑、すなわちヒロトの祖母からひどい嫌がらせを受けていた。それも私が義母からされた嫌がらせとは比べ物にならないレベルのひどさだ。軟禁同然の生活を強いられ、こき使われ、好きだった仕事も辞めさせられた。政略結婚ゆえに実家の両親も敵に回り、夫は無関心で愛人優先。離婚も許されず、当然元恋人と会うことも許されなかった。そんな生活の中で一人息子であるヒロトだけが唯一の生きがいだった。ヒロトの祖母が亡くなったことでようやく自由を取り戻した義母だったが、
息子への愛情は完全に歪んでしまった。ヒロトに近づく女性に散々嫌がらせをして遠ざけたこともあったそうだ。容姿も年収も家柄もよく、正確に何があるわけでもないはずのヒロトが、30まで女性との交際経験がなかった理由も義母の嫌がらせのせいだった。当然私に対しても例外ではない。自分は恋愛結婚が許されなかったのに、当たり前のように恋愛結婚で結ばれ、しかも息子までを奪っていった私を義母が許すはずがなかった。だからあの手この手で思いつく限りの嫌がらせを行い、何としてでも私とヒロトを離婚させたかったそうだ。私は義母の事情を聞いてかわいそうに思った。しかし、お母さん、確かにあなたの境遇には心中お察しします。ですが、私は土下座をする義母に歩み寄り、耳元に顔を近づけた。私のこと散々貧相だの仕込めだの言ってきた上に、ご友人たちと散々バカにしてくれましたよね。それは料理を捨てたり、掃除したばかりの部屋を荒らされたりしたことも忘れてませんよ。だからそれは謝って済むなら警察はいらないんですよ、お母さん。私の言葉に義母は呆然としていた。確かに義母の境遇はかわいそうだが、だからといって今までの嫌がらせをチャラになんてするわけがない。あなたに遺産は渡しません。遺産は奨学金の返済と近い将来生まれてくるであろう子供の教育費のために有意義に使わせてもらいます。どんな事情があろうとも、私は義母にやられた仕打ちを生涯許すことはないだろう。そんな奴だと思わなかった。見損なったよ、母さん。ヒロトの怒鳴り声がリビングに響き渡る。ヒロトは義母が私に対して嫌がらせをしていたことを遺言書を通して知ったのだ。私に対してだけでなく、学生時代からヒロトに近づく女性に片っ端から嫌がらせをしていたことも知り、怒りのままに絶縁宣言をした。恵美子、今まで気づいてやれなくてごめんな。ヒロトはボロボロと泣きながら私を抱きしめ謝罪してきた。多忙でろくに家に帰ってこれないヒロトには非はなく、むしろヒロトを泣かせてしまったことや謝らせてしまったことに申し訳なさすら感じた。ヒロトに一方的に縁を切られた義母は何かわめいていたが、ヒロトの決意は固く、私たち夫婦は近日中に実家を出ることが決まったのだ。引っ越しが済むまでは私は実家で過ごすことになった。ちなみに義理の実家の名義はヒロトになっていたため、早々に売りに出された。そのため義母は家を出て行かざるを得なくなり、今は安いアパートで一人暮らしを強いられている。まだ50代なので働かざるを得ず、慣れないパートをしながら生活しているそうだ。また嫌がらせのことが近所中に知れ渡った。もともと金持ちを鼻にかけ、周囲にマウントを取りまくっていたせいで嫌われており、今回のことで完全に近所から孤立してしまったそうだ。あれほど義母をもてはやし、私を貧相だと笑っていた元取り巻きたちも、義母が貧乏生活になった途端に手のひらを返して義母をバカにしているという。ちなみに義母は30年ぶりに元婚約者のもとに会いに行ったそうだが、相手は義母のことなど忘れて、とっくの昔に結婚して家庭を持っており、玄関先でわめいて警察沙汰になったとも聞いた。美魔女だったご自慢の容姿もストレスで激変したそうだ。この前ボロボロの服を着て顔も一気に老け込み、推定100キロはありそうな体型に変貌した義母を街で見かけた。一方ヒロトは
無事に会社を引き継いで社長に就任した。経営も右肩上がりで順調だ。私たち夫婦は実家からも近い駅前のタワーマンションに引っ越した。義父の残した資産を投資でさらに増やし、順風満帆な生活を送っている。これからは夫のヒロトとお腹の中にいる新しい命のために尽くしていこうと誓った。